走って走って次の角を曲がったら、いつもの坂道をゆっくり登っているはずのあなたがもういない。今朝は前髪が気に入らなくて、胸のリボンをうまく結べなくて、胸の奥が少しきしんで、誰にも打ち明けていない私だけの朝の27分間の秘密。春、初めてあなたを見かけた時、後ろ姿の爪襟の制服がやけに男らしくて、花びらが炎のように舞う中、優しそうな瞳にいつまでも見とれていた。夏、白いシャツから伸びた真っ黒に日焼けした腕が眩しかった。秋、初めて振り向いた、あなたから目をそらした私の腕時計は、あの22分目で止まったまま。冬、風花が舞う頃、あなたのカバンからスルッと落ちたお守りを拾って、顔も上げずあなたに手渡して2秒で走り去った。ねえ、そのお守りを、氷川神社の合格祈願のお守りを、いつ買いに来てくれたのかしら。そして二度目の春、つぼみがほんの少し開いてゆく夕暮れ、初めて放課後、いつもの坂道であなたを見かけた。肩まで伸びた髪の毛をピンクのリボンで結んだ可愛い女の子に、胸の第二ボタンをあげるあなた。名前も声もその顔さえもよく知らないまま卒業していくのね。またあの時のように花びらが炎のように舞う季節がやってくるの。